ごご覧いいただきありがとうございます現地2月11日に行われた第58回 NFL スーパーボールオーバータイムの末にカンザスシティチーフスがサンフランシスコ 49ers を下し連覇を果たしましたこの一戦の中継は CBS が担当しましたが大接戦であったことさらにはチーフスのスーパースタータイトエンドトラビス・ケルシーと付き合っているテイラー・スウィフト効果の集大成ということもあり 全てのプラットフォームを通じての平均視聴者数は約1億2340万人これは昨年の第57回スーパーボールチーフス対イーグルスの1億1510万人を上回りスーパーボール史上最多アメリカテレビ市場では1969年のアポロ11号の月面着陸中継に次ぎ2位の記録となりますそんな今回のスーパーボール MVP はチーフスクォーターバックのパトリック・マホームズ そのマホームズは2020年1月にチーフスと10年4億5000万ドルという契約を結んでいますがこれは今年大谷翔平がドジャースと10年7億ドルの契約を結ぶまで北米スポーツ史上最大の契約総額でしたそしてマホームズはその契約を結んだ直後にチーフスと同じカンザスシティをホームとするロイヤルズのオーナーシップグループに加わっています当時24歳史上最年少のメジャースポーツフランチャイズのパートオーナー マイノリティオーナーの誕生でした。そのカンザスシティロイヤルズ、コンオフは近年、まに見る積極的な補強を行っています。獲得した選手たちは、現在の MLB で、いわゆるトップティアに属しているとは言えませんが、それでも現状戦力の大幅な底上げとなる補強であり、これによってアメリカンリーグ中地区での上位争い、優勝争いに絡んでくる可能性も考えられます。 さらに現地2月6日には昨シーズン打率2割7分6厘としホームラン30本盗塁49個で3040を達成 OPS も813で本格ブレイクを果たしたチームの若きスター23歳のボビー・ウィット・ジュニアと基本11年2億8870万ドルの契約延長で合意カンザスシティのスポーツファンにとって今年は数年ぶりにフットボールシーズンが終わってもエキサイトできる ベースボールに希望を見いだせる状況と言えるのではないでしょうかそしてこのボビー・ウィット・ジュニアの契約延長のニュースについてはパトリック・マホームズもスーパーボール前のメディアセッションで言及していますおや、oh, yeah. definitely heard about ボビー・ウィット・コンチャイム。 Um, it 's going to do tremendous things for that organization um, because when you have a leader like that that 's young and really is inspired to make this team great that 's what you want in, in, in your league yeah we, we We talk to each other a, a little bit here and there I t just through text and stuff like that, obviously I see them sometimes in Dallas. Um, it's a, he's the right type of guy that you want leading an organization. I think everybody knows that, that, that knows him. Um, and he wants to do it uh, in Kansas City, which I always think is special because uh, uh, Kansas City is a special place and they get behind their teams and uh, you want the Royals to be in that, that World Series combo again. マホームズが待ちきれない。ボビー・ウィット・ジュニアが最高だとするこのスタジアムは2028年の完成予定。キャパシティは3万4000人。コストは約20億ドルとされます。ロイヤルズは2019年に地元のカンザスシティの起業家、ジョン・シャーマン率いるグループが10億ドルで買収していますが、今回の20億ドルの新スタジアム建設には、このオーナーグループがプライベートファンドで10億ドル以上を捻出した上で、 残りの費用については現在のスタジアムそして新スタジアム建設地が属するミズーリ州ジャクソン郡にセールスタックス税金からの資金援助を求めていますそして実はチーフスもこのタイミングで老朽化したホームスタジアムアローヘッドスタジアムのリノベーションを計画しておりロイヤルズと同じくジャクソン郡に税金からの資金援助を求めているのですこのためロイヤルズチーフスは共同で議会に資金援助を働きかけ その結果、ジャクソン軍の有権者による住民投票が4月2日に行われることが決定この投票によってロイヤルズの新スタジアム建設チーフスのホームスタジアムリノベーションへの税金投入の可否が判断されることになりますカンザスシティの地で密接に関わる両チームただ過去5シーズンでの成績を比較すると4度のスーパーボール進出を果たし3回制覇したチーフスに対して地区最下位2回 シーズン100杯以上2回のロイヤルズ。対照的です。ロイヤルズオーラーのジョン・シャーマンは今回のスタジアム建設計画の公表にあたり声明をリリース。我々は NFL のフランチャイズ、MLB のクラブ両方を持っている街の中で2番目に小さい街だ。そして我々はこの街をメジャーリーグのある街として継続していきたい。これらのフランチャイズをこの先50年。 このので繁栄させていきたいのだとしましたベースボールファンロイヤルズファンとしてはこのオーナーの声明を新スタジアム建設のための外交事例ではないことスタジアム完成に向けそしてその先の未来に向けてロイヤルズが若きスターボビー・ウィット・ジュニアを中心として長くコンテンドしていくチークスがマホームズを中心にして築いたようなダイナスティをロイヤルズが築いていくという意思の表れであると 期待したいところですなお、今回の動画は本来ここまでの予定でしたが、この動画の作成中、現地14日午後、カンザスシティ・チーフスのスーパーボール制覇のパレード終了時に銃撃が発生、複数の死傷者が出るという痛ましい事件が起きてしまいました。これを受けてロイヤルズとチーフスは、事件に巻き込まれた犠牲者、被害者の方々とそのファミリーに寄り添い、 サポートするという旨の声明をリリースしていますご覧いただきましてありがとうございました